わ、黒焼き、白焼きだ。わわわわわ、こんな時間だ。お母さんがちゃんと起こしてくれないからだよ。まったくもう、先生に怒られたらお母さんのせいだからね。行ってくるよ。なんかすごい水たまりだな。昨日の嵐すごかったからな。おかげで怖い夢見たし。こんなことしてる場合じゃない。急がなきゃ。な、なんだ？なんか泣いてる。どこだ？あそこだ。あの木の枝になんかいる。そうか、木に登って降りれなくなったんだな。さ、僕に乗って。さ、これでよし。早くお家にお帰り。いやー、朝からレスキュー、人助けか。気持ちがいいな。いやいや、こんなことしてる場合じゃない。急がなきゃ。ついてきちゃダメだよ。僕はこれから学校に行くんだからね。それじゃ。だから、ついてきちゃダメだってば。そうか、言ってることがわからないんだ。まだ赤ちゃんなんだね。まずい。こんなことしてる場合じゃない。どうしよう。このまま置いていくわけにもいかないし。学校に連れてっか。次郎君、遅刻はともあれ、その子は誰だい？あ、いえ、成り行きでこうなってるだけです。授業中は静かにさせるように。はい。さ、みんな机に戻って。1時間目は算数です。まず昨日のおさらいをしてみましょう。一辺が1センチの正方形の面積は、この生あったかい雰囲気はなんだか懐かしい感じがする。え？1平方センチメートルと言いましたね。先生、おしっこじゃなくて用務員室でおむつもらってきます。ポンタのお母さん、ここにおむつありませんか？おむつ？さすがに小学校におむつはないけど、昔ポンタが使っていた余りがあるかもしれないから、ちょっと待ってね。あったわよ。ところでどうしたの、この子は？なんだか次郎くんにすっかり懐いてるみたいだから、やってみる？最近のおむつはよくできているのよ。そう、そこで腰を持ってお尻を浮かせて、おむつを滑り込ませて、手前でテープで留めるの。こんな感じ？とてもよくできたわ。次郎くん、大きくなったらいいパパになれそうね。ところでこの子？この辺では見かけたことないけど、どこの子かしら？朝学校に来る途中で木の上で泣いてたんです。じゃあ迷子ってことかもしれないわね。ワニ先生には私から説明するから、これからおまわりさんのところに行ってみましょう。まだ迷子の届け出は出てないようですね。これから他の森にも連絡しますが、それでは本館がしばらく預かるとしましょう。そうなの、次郎くんにすっかり懐いているようなのよ。おまわりさん、しばらく僕がお世話するよ。僕、おむつも変えられるんだよ。僕に任せてよ。そうか、すまないが次郎くん、しばらく赤ちゃんのお世話をお願いできるかな。ラジャー。ねえねえ次郎くん、赤ちゃんのお世話してるんですって？そう、困った人を助けるのが僕たちスーパーヒーローの役目だからね。でもこのおむつちゃん、この辺りでは見かけないわね。何を食べるのかしら。ねえ赤ちゃんといえばミルクでしょ。お母さんからもらってきたから飲ませてみる？あら、全然飲まないわね。この子は普段何を食べているのかしら。ハンバーガーとかピザはどうかな。変なもの食べさせてお腹壊しちゃ大変よ。後で先生に聞いてみましょう。ドクターベアとかならわかるんじゃない？はい、次郎の母です。あら、ブルジュンさ。はい、張り切っておむつちゃんのお世話をしてますよ。この度はご厄介かけております。
実はワニ先生の見立てによると、おむつちゃんは草食恐竜のパラサウロロフスの赤ちゃんではないかということなんです。ミルクは飲みませんが、野菜をすりつぶしたものだと食べるんじゃないかということなんですが。巡査、お安いご用ですわ。うちの次郎は小さい頃は野菜が嫌いで、いつも野菜をすりつぶしたものをこっそり食べさせていたんですよ。おむつちゃんは私も見ていますから、どうぞご安心を。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。次郎、ワニ先生がこれならおむつちゃん食べるんじゃないかって。え、なにこれ、野菜ジュース、青汁ってやつじゃない、まずそう。え、なにこれが食べたかったの。お母さんすごいよ、おむつがもりもり食べてる。明日学校に持っていくからたくさん作っておいてね。よかった、おむつちゃん、いっぱい食べろよ。僕はいらないけど。お母さん大変、おむつがうんちしてる。そりゃ赤ちゃんもうんちするでしょ。でもお母さん、うんちが僕の手についちゃったんだ。そんなもの手を洗えばいいでしょ。うんちで騒いでたら赤ちゃんのお世話はできないわよ。行ってきます。次郎くん、ここにいたのね。おむつちゃんのお母さんが見つかったそうよ。え、もう見つかっちゃったの。わ、この人がおむつのお母さん、すっごく大きいんだな。次郎くん、おまわりさんから聞いたわ。娘をお世話してくれてありがとう。実はおとといの嵐の晩、娘たちを連れて折り紙恐竜の森に帰る途中だったの。この雨じゃみんな溶けてしまうわ。みんなしっかり捕まってね。お母さん、あの雲の切れ目まで走るわよ。みんな大丈夫だった？あら、チビちゃんは？なんてこと、どこかで落としてしまったんだわ。大急ぎで戻らなきゃ。でも雨が止むまで動けないわ。子たちはおむつのお姉さんたちなんだね。いいな、兄弟がいるって。おむつ、もう迷子になるんじゃないよ。あら、ちびったら、次郎くんのことすっかりお兄ちゃんだと思ってるのね。次郎くん、折り紙恐竜の森はとっても遠いけど、来年私たちまたこの近所を通るから寄らせてもらうわ。次郎くん、本当にありがとう。皆さん、本当にお世話になりました。さ、みんな帰るわよ。今度こそしっかり捕まってね。次郎くん、おむつちゃんが行っちゃって寂しいんでしょう。うん、なんだか妹ができたみたいで嬉しかったんだ。だけど赤ちゃんのお世話って大変なんだね。お母さんはこんな大変な思いをして僕のお世話をしてくれてるのに、僕なんかいっつもお母さんを困らせてばかりなんだ。お母さんがちゃんと起こしてくれないからだよ。まったくもう、先生に怒られたらお母さんのせいだからね。ひらめちゃん、準備はできた？はい、折り紙恐竜の森はかなり遠いのですが、皆さんの飛行能力をもってすれば
1日あれば到着できます。すなわち2日現地でお泊りができれば折り紙恐竜の森に行って丸1日遊んでこれます。え、何？それじゃあ夏休みとかお泊りできればおむつに会いに行けるってこと？はい、その予定で私がすでにスケジュールを作っております。そうだよね、来年まで待ってたらおむつちゃん僕より大きくなってるかもしれないしね。そうよね、あのお母さんの娘ですものね。ねえねえ、おむつの好きな野菜ジュースたくさん持ってく？それとも夏休みの頃はもうサラダを食べるようになってるのかな。僕もたくさんサラダが食べれるようになっておかないとね。みんな今日のお話どうだった？今回の恐竜の赤ちゃんおむつちゃんは大阪のお友達が作ってくれた折り紙がモデルなんだよ。みんなも素敵な折り紙ができたら写真送ってね。それじゃあ次回もお楽しみに。